これまでのあらすじ。モッテドールで起こっている奇跡の仮面にまつわる謎を探るため、レイトンは過去の出来事を思い出す。18年前、ステビアノの町で過ごした日々の中に奇跡の仮面の謎を解き明かすヒントは隠されているのだろうか。第2章、謎の壁、イエット・デストリー。18年前のあの日、ナンドは私に奇跡の仮面を手に入れたと言ってきたんだ。ディオブランドが？カチン。あ、もうこの頃からフェンシングやってたのか。フェンシングのこのさ、構えってさ、あのランドセルの妖精の翼の CM みたいだよね。バサバサ翼、妖精の翼。おう。あ、ランド。目が点。エルシャール、俺の勝ちだ。今日はたっぷりと付き合ってもらうぞ。ランド、悪いけど僕は考古学には興味がないんだ。まさか。まあそう言うなって。親友には理解してもらいたいんだよ。ケントデリカット。遺跡探検だって？ああ、絶対に君も気に入るさ。山本雄介。君に考古学の素晴らしさ。仮面ライダー兜、上白剣役。無限の可能性がある。考古学を学べば人類のルーツすらわかるかもしれない。こんなに素晴らしい学問は他にない。だからってランド。今回は絶対に損をさせない。わかるだろう。今回は損させたことあるのか。これは俺たちのチャンスなんだ。あれ、ムービーとかじゃなくて過去編があるのか、これもしかして。ランド、僕は本当に興味がないんだ。君の話くらいには付き合うが、遺跡に出向くなんて。待てよ、今回はただの遺跡探検じゃない。とてつもない秘宝が見つかるかもしれないんだ。ライダーみたいなマフラーつけてますね。秘宝？ああそうさ、財宝としての価値も計り知れない。さあみんな席に着くんだ。授業を始めるぞ。コリーさん声優付きですけど、重要人物かな、コリーさん。トリセツのキャスト見てもコリーさん出てきませんけど、そんな重要じゃないのかな、こいつ好きなのに。とにかく今日俺の家に来い。分かったな、エルシャール・レイトン。フルネームはやめてください。あ、コリー先生の授業を受けよう。探索できるぞこいつ。コリー先生の授業は分かりやすいんだよね。若かりしレイトン、今日も探検日和だな。この時計いつも時間がずれてるな。ちゃんと動いてるとか見たことないや。そういえば僕の腕時計も時間がずれてる。ランドがよくこういう謎を出してくるけど、一体どうやってあんな謎を考えているんだろうか。よかった、時計の謎だった。レイトン教授、時々ね、この時計調べてるのに時計と関係ない謎がね、出たりすることあったかなかったかすらわからん。待合室に4人いる。みんな腕時計を持っているのだが、全員時間がずれていた。私の時計20分も遅れてるよ。私は10分遅れですね。私のは5分進んでいるみたいに。私の時計は10分進んでいますよ。 AD が上画面の誰かはわからない。正しい時間は何時何分何十何秒、地球が何回回った。ちょっと待って。またこいつらかよ。こいつらいっぱい出てくんね。リーゼントはいないのか。さて、とりあえず5分進み、10分進み、10分遅れ、20分遅れ。分かりにくいな。1時、2時だから、1時何分だね。でも書いてたわ。あの時計から読まなきゃいけねえのかって思ってたら、下にあの時間書いてたわ。
簡単ですね。一番早いやつ、D が1時35分だね、うん、で10分進んでいる。じゃあ1時25分やな、うん、謎は苦手なんだけどな。ちょっとこれ簡単すぎひんか。え、びっくりした。僕にも謎は解ける。びっくりした。いつもだったら自信満々に謎解明っていうくせに自信なさそうな動きするから、え、俺間違ったのって思った。びっくりした。え、待合室の時計で気がついたかな。めっちゃ自信なさそうに動くからさ、えって思ったわ今。待合室の時計？どういうこと？うん、ちょっと何言ってるか分かんない。いや、てっきりここの待合室の時計実は映っててそれ見逃したのかなって思ったけど、そういうわけじゃないね。うん、さあって、まあ先生に話しかけたら多分進むだろうから、まず別のことをしよう。黒板映したか。自分の席が一番。お、ミニマム万年筆を。ちょっと待って、大丈夫これ。過去編で取り漏らしたアイテム回収できる。まあ、OK かな。それでは授業を始める。テキストの13ページを開きたまえ、ね、考古学史上に名を残したドーン・ノーランの著書。彼は各地の遺跡を調査し、それらに共通点があることを見抜いた。そこから発見した文明にアスラントという名があることを発見した第一人者である。とはいえ、アスラント文明の時代には未だ不可解のものがある。しかしこれを発見したことで考古学の見解は大きく広がったことは間違いない。これは当時それらの遺跡から遺物が発掘された時の状況を再現したものだが、レイトン君、君にはわかるかね。え、先生任せてください。パズル13、古代史の授業。4人で遺跡を発掘した証言から表をすべて埋めたまえ。1、人形の材質は木。 B は D よりも100深く150の場所で何かを見つけた。 C は深さ100、金属の遺物は土より深い。壺は土だった。貨幣は刃物より浅い。うん、どん、あー、そういうこと。こうやって触ると変わっていくのね。現在埋まっているこの3つから推測して埋めていくわけね。はいはい、 OKOK。 まず1 人形の材質は木。 B は D よりもね。現状何が分かってるんだ。これは上に表示させると良さそうやな。壺もまだ分かんないね。材質、岩の材質、壺の材質は土だった。 A は200センチ、だから一番重いってことは、これなんや、剣、まあ金属でしょ、こういうことかな。で C は100、あ、これははっきり言ってるね。100、
で B は D よりも100深いってことはこれが50やな。これ150よし、深さは OK。 で、壺の材質、土、金属は土よりも深い。あと砂と何やこれ木か、これ人形かやな。人形は木、じゃあこれが砂になるから壺やな。ってことはコインか。こういうことやね。謎は苦手なんだけどな。不安になるわ。僕にも謎は解ける。あの正解した時は自信のあるポーズをするんだけどね。過去のレイトン君は自信がないんだよ。いやはい、金属製の刃物ね。 B は木製の人形、土製の壺、石製の貨幣。今作のさ、クイズの謎役はあのリーゼントのファミリーみたいだね。よろしい、さすがだレイトン。あさあさ、テキスト14ページ、ドーンノーランは考古学的な大発見、プレーノスのストーンサーク、ね、この遺跡は古代魔術に使われていたなどの見解があったが、ひっくり返したのが幻と思われていた遺跡の発見である、コーネル・パンパトス発表した、古代人や古生物に対する見解も面白いぞ。高い知能を持ち優れた言語を持っていたと発表されている。生態系も今とは異なり、絶滅してしまったさまざまな生き物たちの化石が残されていたのは有名な話だ。これはそれにまつわる謎だが、君たちは知っているかね。先生、俺が解きますよ。うん、アスコットがいいだろう。こちらの問題わかるかな。お、魚だね。謎14、古代魚の歯型。古代の地層から化石が発見された。調査の結果、古代魚が何かに噛みつき歯型ができたものだと判明した。この歯型は3種類の古代魚のうち、いずれか1種類のものと特定された。一体どの巨大魚だ。まあ上の歯なんで上以外関係ないでしょ。どういうこっちゃこれ。ちょっと意味がわからん。まず目につくのは歯型の個数、合計6個で左右対称。歯型を横から見た場合、歯は3つずつ見えることになるね。この並びになっていることが前提だ。うん、ね、古代魚を見比べてみよう。歯が3つずつ並ぶが、 C だけはあまり尖っていない。歯が生えている位置とかどうかな。全く意味がわからない。噛みついたできた歯型なのに下の部分の歯型がない。どんな歯型をしていたらこんな形につくんだろうか。うん、噛みついてできた歯型。下の部分全く、奥歯がないに違いない。
わかんない。これが俺の答えだ。超自信満々に答えやがって。俺の18番さ。いや、未だに納得してないけどね。奥歯がない古代魚の歯だねって言うけどさ、人間だって奥歯あるけど別に前歯だけで噛みつくことぐらいあんだろう。まあ納得いかないっす。よろしい、ちゃんと予習しているよ。こんな予習する？古代魚の歯型なんて予習する？では次はこのページだ。我らイングランドには偉大なる先人たちが残した建築物の数々が埋もれている。そのほとんどが歴史の移り変わりの中で失われてしまったと言われるが、伝承はいくつかの形で残っている。はい先生、ね、質問がいいだろう。何が知りたい？先生は奇跡の仮面って知ってる？って。私を試している中ね。もちろん知っているさ。奇跡の仮面はドーン・ノーランの古代史に記された幻の秘宝。先生本当にあると思います？あんな伝説上のものが今の時代まで発見もされず眠っているはずがない。古代史の秘宝が見つかるのなら、私も教師などやめてお宝探しをするさ。仮にも存在することが確かだとしても、見つけようとは思わんことだな。くだらんことで話をそらさんとってくれたまえね、アスコットよ。すいません、コリー先生。ん？では授業を続ける。次の問題だ、アスコット。別の人に当ててください。あ、パズルだ。化石の復元。9個に細かく分かれた化石を発見しました。復元したんだけど手違いで少し形が崩れてしまった。3×3 の正方形状だ。元に戻せないかな。3個ずつしか動かせねえからなと。よし。よし、完成した。スライドパズル系ってむずいよね。むずいなこれ。一つ戻す、全部戻せる。勝ったな、第三部官。
わからん。最短4手。1、2、3、4。おかしいな。1、2、3、4。1、2、3。1、2、3、4。4って。わからん。中央の9マス。終わった。見てろよ、エルシャール。見てろよ、こいつムカつくな。ランド結構ムカつくな。答えがあるんだ。最短で4手で戻すことができるんだよ。お、ささやかな遺跡が追加されました。じり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 っと。よし、荷物をまとめ速やかに下校するように。今日の授業はあっという間だったな。堀先生、顔は怖いけど授業は面白いよ。授業の邪魔をするなんて君らしくないな。今朝の秘宝と関係があるのかい？知りてえか？知りてえかい、エルシャル。なんだよ、その。どうしようかな、チラッチラッ。お前が俺の家来るって言うんなら、チラッチラッ、ね。教えてやってもいいんだけど、チラッチラッ。どうしてもって言うなら、チラッチラッ、ね。教えないわけにも、チラッチラッ。いかないしな。君のそういうところ、嫌いだ。嫌いじゃないけど、直した方がいいと思う。君のそういうところ、嫌いだ。そんな褒めるなって。ランドと一緒にね、下校しよう。トリー先生。先生は本当に危険仮面なんて存在しないと思ってるんですか？気になることは気になるんですよね。奇跡の仮面ってどうして失われてしまったんですかね？奇跡の仮面が存在していたのは遥か昔、神話の時代だ。真面目に考えればわかるだろう。授業を真面目に受けられるかついて考えてみたらどうだいと。いやだな、白紙な先生なら何かしてるかもしれないって思ったんですよ。君が考古学に熱意を持っていることは知っているよ。見えすぎたお世辞はやめたまえ、ね。奇跡の仮面が祭事以外の何に使われていたかは不明なんだ。失われてしまったというものもいる。見つけたらどうなると思いますか？同じように考古学界に名を轟かせることは間違いない。は天文学的な確率だ。夢を見るのは悪いことではない。他の生徒の、学業の邪魔にならないようにな。すみません。あー、すいません。さようなら先生。危険なことはするんじゃないぞ。する。